名古屋場所の交流会も近づいてまいりました。きっと11月のトーナメントはね、本場所進出者決定トーナメント、この辺りでは名古屋の力士も、ね、増えているんじゃないかなという期待もあります。多くの方と交流して多くの力士をね、北海道に持ち帰ってこれたらななんていうふうに思っております。10月の3日と4日の開催です。それぞれ会場が違います。ご注意ください。そしてぜひ会場でお会いできればと思っています。さあ、その会場にも行くでしょうね、両横綱土俵入りです。西方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島、露払い野田アルツ、どうしたんでしょうか。なんでナース藤間狩りさんで今ナース藤間狩りが今普通に立ち持ちだったんですけどね、あ、間違ったんでしょうかね。なんでナース藤間狩りが出てるでしょうね。あ、違ったんですか。何か持たされて立たされてたみたいな感じなんですかね。そういうことですね。今何か誰かを待っています土俵上です。まあいいやまあいいやという声も聞こえましたが、どういうことでしょうか。横綱白石島、露払い野田 R2D2、 立ち持ち高尾さん、行事は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、コンランドどっこいしょこねろ、よいしょするぞ。結局高尾さんはなぜ出てこなかったのかという、そうですね、ちょっと不思議な感じであります。藤間狩りが待たされてたっていう、そうですね、感じになりましたね。東方より横綱湘南乃風土俵入りであります。横綱湘南乃風、露払い湘南トカゲ、太刀持ちは江ノ電丸であります。では皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、ほらのどこいしょだろ、みんなでかいんだよ。豪快な土俵入りでした湘南の風。今場所も今の2人の横綱が引っ張っていく、そういう展開になるんでしょうか、あるいはここから波乱が待ち受けているんでしょうか。4日目の土俵です。ルールはご覧の通り、エントリーも受付しています。今回締め切りが10月の20日の火曜日の必着です。前回9月のトーナメントで新たに参加したという方も、この募集期間1回につきお一人一体力士を送ることができます。ぜひ引き続きお送りください。そしてこれも、引き続きですね、視聴者ファンディング投げ銭のお願いもしております。 YouTube の方です。ぜひ YouTube の動画ご覧ください。牛乳パックで紙相撲、平成27年9月10月場所、これより4日目幕の内後半の取り組みであります。ハッピー新潟に青山イルカ一家、西潟ハッピー新潟庵、西前頭5枚目新潟県出身ほぼピンベア、東方青山イルカ池、東前頭10枚目、愛知県出身愛知ベア、これより幕の内後半の取り組みであります。館内をねお見せするの忘れちゃいましたね。この取り組みの後にしましょうか、はい、館内今日もたくさんの方でにぎわっています。青山イルカ池1勝2敗、ハッピー新潟も1勝2敗、ベテランと若手の一番です。年の差が10離れてます。ハッピー新潟が34歳です。距離を取るかハッピー新潟潜り込むか青山イルカ池20日を合わせです。制限時間いっぱい、よしみやってぶつかりました。中に潜っていけるか、突き放すのハッピー新潟、残した青山イルカ池、土俵際引き落とし、青山イルカ池の勝ち。初対戦は青山イルカ池勝ちました。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として青山イルカ池の勝ち。
今の一番、まあ、ハッピー新潟の形になるのかなと思いましたけどね。ちょっと遠かったですね。青山イルカ池が勝って2勝2敗、ハッピー新潟に敗れて1勝3敗です。ではここで、館内の様子をね、紹介することといたしましょう。お、今日も声援もね、声援が見えるってなんか珍しい感じしますけど、向こう上面、これちょっと見づらいんですけれども、太陽の秋田小町エンジェルさんですね、太陽の秋田小町エンジェルさん、はい、こちらも前回のトーナメントで、引退となってしまいましたけれども、どうですか向こう上面から見るこの土俵は。そうですね、全然見えないですね。だから長く、あ、そうですね、ちょっと背が低いですもんね。全然見えないですね。長く相撲を取ったこの土俵でありましたけれども、一番の思い出どういう部分にありますか。そうですね、この土俵の前の土俵になるんですけれどもね、はい、この土俵ではなくて前の土俵になるんですけどもね。そうですね、この土俵ではあまり思い出がないと。ないですね。あ、そうですね、はい、大変失礼いたしました。館内どうですか、にぎわいは。にぎわってますね。私潰されそうですね。ですね。でもね、これからも向こう上面からいろんな声聞かせてください。はい、ということで受け答えも、そうですね、普通で結構しっかりしてますね。そうですね、はい、最近普通の解説者いなく、向こう上面席で普通の人がいなくなってきたんでね、 なかなかいないですからね。ちょっとなんかほっとする感じもいたしましたね。そうですね、安心しますね。話を聞いてくれる人でしたね。そうですね、キャッチボールできますね、ちゃんと、ね、やっと。そうですね、はい。さあ土俵、次なる取り組みです。中島宮城に千歳ソードマン、西方中島宮城、東前頭6枚目、静岡県出身アンビックベア。東方千歳ソードマン、東前頭5枚目、千歳市出身千歳ベア。そう、千歳ソードマン心配です。初日からの3連敗、32歳になったばかりの千歳ソードマン、元大関ですけど、このルールにかかってしまいますね。5連敗すると引退なので、まあ、その前に一度4連敗した時点で休場をすることができます。引退回避のための休場となるんですけど、今日負けると休場です。ちょっと心配ですね。いやー、まさかの千歳ソードマン休場ってなかなか想像できなかったですね。先場所と先々場所がね、調子良かっただけに、そうですね、ちょっと今場所の初日から元気のなさというのが目立ちます。危ないですよ。中島宮城1勝2敗こちらは若手22歳です。これから一気に上り調子で上がっていく力士と、元大関で長く踏ん張っている千歳ソードマンっていう、その構図も何かいろいろ考えさせられる部分もあります。潜り込むかソードマン。中島宮城は突き押しもありますし投げもありますが、ソードマンは負けると休場です。制限時間いっぱい、よしみやっていけ、ぶつかりました、足をかける、外掛け、切り返し、中島宮城の勝ち、千歳ソードマン休場です。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して中島宮城の勝ち。今の一番です。ちょっともう厳しいんですかね。引退ではなく休場ではありますけれども、ちょっと相撲の内容が今場所良くなかったですね。ちょっとなかなか自分から仕掛けることもできず、ちょっとなすがまま倒れるっていうね。軽さが目立つというふうにおっしゃってましたけどね。そうですね、倒れてしまいますね、すぐ。中島宮城が勝って2勝2敗、千歳ソードマン4連敗で、これは中日からの休場となりそうです。金太郎侍に備前長船、西方金太郎侍、西前頭2枚目、静岡県出身アンビックベア。東方備前長船、東前頭2枚目、岡山県出身岡山ベア。今宵の虎徹は血に飢えておるわい。これに関してのコメントも確か来てましたよね、館内タイムライン。金太郎が虎徹をって
くださっておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きというふうに取っていいんでしょうかね。そういうことでしょうね。それでいいんでしょうかね、はい、両者3日目は横綱戦でした。横綱戦、まあ勝利には結びつきませんでしたが、これを経験として自己最高位の両者ですから ね、 ですね、今場所の番付が一つの経験としていきたいところでありますが、両者1勝2敗です。ここでの白星どちらにつくかというところ。過去は1対0備前長船がリード。押し合いか切り捨てがあるか金太郎侍。制限時間いっぱい、両者見合って気合いの胸ぶつかりました。静かの立ち合い、右のまし突き放した。備前長船突き倒し、備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して備前長船の勝ち。今の一番です。ゆっくり倒しましたね。距離を取って倒していきました、うん、これ普段ね金太郎侍が見せる方、はい、技なんですけど ね、 ね、切り捨てという、はい、逆でした。勝ったのは備前長船2勝2敗、金太郎侍敗れて1勝3敗です。一式込みに富士の牛島。西方一式込み、東前頭7枚目、静岡県出身アンビックベア。東方富士の牛島、東前頭筆頭、埼玉県出身ほぼピンベア。メン、富士の牛島も心配です。初日からの3連敗で今日負けると富士の牛島も休場です。ちょっと今場所に入って良くないんですよね。富士ロックが相手に全然かからないんですよね。まあ上位戦があるのもねえ、あるというのも一つの原因ではありますけれども、なかなかやはり上位戦があってから平幕戦となっても連敗の後は調子を取り戻せないという力士も多いですからね。波に乗れないですからね。白星が早く欲しいんですけど、はい、その前にこれ4連敗になると休場です。富士の牛島が33歳、先場所32歳にして新三役に上がっていったという富士の牛島です。一式込みは1勝2敗です。こちらはまだ元気いっぱいの23歳です。これもベテランと若手の一番、面が出るか押しがあるか。富士の牛島、富士ロックを今日は見せるか。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぶつかりました。組み合った、富士ロックどうか。突き放すのは一式込み、すくい投げ出るのは富士の牛島、打ち去るのは一式込み、土俵際どうだ、際どい、富士の牛島に軍配です。物いい、物いいです。しかし物いいです。土俵際もつれました。勝負審判元よ、あと横綱清水館、袴を置いていかないでください、袴を押さえつけないでください。今の一番ですけど、若干意識込みの右足が先に出たかなという状況ですね。そうですね、ここですよね、はい、間に入ってんですもんね、はいはい、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は富士の牛島に上がりましたが、胴体ではないかということで物言いがつきましたが、一式込みの右足が先に出ており、軍配通り富士の牛島と勝ちと、富士の牛島の勝ちといたします。富士の牛島何なんですか。なんつったんですか。ひどいわ。藤野島と誰が勝ったんですかね。清水館ですかね。あーひどい。藤野島取ってなってますか。もう一人勝ったんでしょうね。藤野島どっかついて。ただ久しぶりのテーマソングです。藤野島球場回避1勝3敗としています。一式込み敗れて惜しい相撲でありましたが1勝3敗となっています。久しぶりのこの
勝ち名乗りとともにテーマソングでした。危なかったですね。そうですね。片や銀屏風、銀屏風、西方小結び銀屏風、室蘭出身室蘭部屋、小なた大平川山、大平川山、東方小結び大平川山、栃木県出身春日部部屋。三連敗同士の小結びです。苦しんでますね。そうですね、まあちょっとやっぱり両者ともに自分の相撲にはなってないですね。まあやはり上位戦もあるんですけど、一つもやはり横綱あるいは三役その他の力士に勝てないと苦しいですよね。ちょっと負けるにしてもちょっと自分の形一回でも見せたいところですね。その形に入れないという両者です。さあ大平川山、潜り込むか足をかけるか、銀屏風は一気に前に出たいところでしょう。過去の対戦2対2なんですね。5度目の対戦です。ソードマンの球場に関してもコメントが届いています。ありがとうございます。小結びは制限時間いっぱい、両者見合って強引のぐらいぶつかりました。足をかける両者、大平川山が中に入った、内掛け内掛け、銀屏風も残している残している、銀屏風も足をかけているぞかけているぞ、内掛け内掛け、銀屏風の内掛けが勝ちました。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで銀屏風の勝ち。まあ、ちょっとやっぱり大平川山この形で負けるのが負け癖ついちゃってますね。そうですね、今の一番です。足を取りに行ったところはもういつもの大平川山なんですけど、ここからですよね。ちょっと翼に押さえ込まれて、でちょっとバタバタしてるうちにちょっと倒されてしまったという状況ですね。白星は銀屏風1勝3敗です。大平川山敗れてこちらは4連敗となりました。片やティコツーミ、ティコツーミ、西方ティコツーミ、西前頭筆頭、千歳市出身ほぼピンベア、小なた魚雷イルカ池、魚雷イルカ池、東方関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知ベア。今日は必殺技特集を中入りでやりましたけど、魚雷イルカ池の掛け投げを紹介しました。小兵の力士ちょっとソードマン、千歳ソードマンといい大平川山といい心配ですよね。そうですね、それに続かないで勝てればいいんですけれどもね。その中でやはり魚雷イルカ池はまた一つこういう掛け投げですとか、独自の技を持っている分強みがありますね。そうですね、この力士は、はい、幕内最高優勝の経験もあります。まあ、次の大関という意味ではね、先場所は逃しましたから、もう一度挑戦するためにも大事な場所ですよね。そうですね、ティコツーミも2勝1敗、この力士も次の大関と言われた頃ありましたから、もう一度という気持ちもあるでしょう。今場所は筆頭の番付です。過去は1対0ティコツーミリード、一気の押しあるか、中に入ってしまえば魚雷イルカ池もチャンスありか。制限時間いっぱい、両者見合って強引のぐらぶつかりました。さあ足を入れたのはティコツーミの方です。ティコツーミが押し込みます。土俵際だかどうか、際どいぞ、土俵際どうだ、ティコツーミに軍配です。物言いは出ないか、出ないようです。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してティコツーミの勝ち。勇み足があるかと思ったんですけど、危なかったですけどもね、ティコツーミなんとか俵で耐えて、つま先だけは残しましたね。残しましたね。いやかかといっぱいでしたけどもね、危なかったですね、尻尾も危なかったんですけどもね。魚雷イルカ池に勝ったティコツーミ3勝1敗です。魚雷イルカ池敗れて2勝2敗となって、今場所もやや苦しい状況になりました。片やとっかり大将、とっかり大将、西方関脇とっかり大将、室蘭出身室蘭部屋、この後は備前焼き、備前焼き、東方備前焼き、西前頭4枚目、岡山県出身ほぼピン部屋。
さあ、とっかり大将、今日は一つのポイントの相撲と言えるかもしれません。備前焼き戦です。初日から3連勝、横綱に食いついていくというとっかり大将は、大関を目指しての大事な場所。順調にここまで来ました。中盤戦、備前焼きはやはりこれから上がってくる力士、あるいは横綱大関食いをするという意味では、備前焼き今日のとっかり大将戦何か狙ってるかもしれませんね。そうですね、やっぱり大物食いする力士ですから、まあ、とっかり大将正面から来るところを横にいなすっていうところを考えてるでしょうね。本当にベテランの味が出てきましたね、この備前焼きにも。そうですね、36歳最年長備前焼きです。1勝2敗、とっかり大将は3連勝、これ4連勝とすればいよいよ大関見えてきますからね。そうですね、一気に周囲もにぎわうという感じです。一気の推しがあるのか、そのとっかり大将、備前焼きは横を取りに行くということがあれば一気に形勢逆転になるでしょう。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ぶつかりました、押し合い、打ち掛けはとっかり大将の勝ち。勝負一瞬でした、お尻がついた備前焼き。ただいまの決まり手は打ち掛けでとっかり大将の勝ち。決まり手も意外でしたね。そうですね、まあ、備前焼きも横に行く意識はあったんですけれども、とっかり大将がもうその隙を与えずっていう流れでしたね。とっかり大将勝って4連勝、新関脇での4連勝で、さあこれから大関へ向けての相撲となります。敗れて備前焼きは3連敗、これも心配です。1勝3敗となっています。片や江戸緑、エロミロリ、西方江戸緑、東前頭4枚目、東京都出身ほぼピンベア、この後後楽園、後楽園、東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。とっかり大将が全勝を守りました。さあ江戸緑も3連勝です。何かその構図としてはどうですか、両横綱にとっかり大将という、そんな感じで今場所いきそうな気配ですか。そうですね、まあ、そこに後楽園が絡めれれば、まあ、本当は良かったんですけれどもね。その後楽園がね、初日に黒星ですから、ここから立て直せるかというところ。3日目も危なかったですからね。そうですね、江戸緑がいいですね、3連勝、ね、調子いい時はいいですから、まあ、フットワーク軽く、まあ、押しの力も強くっていうところを出してほしいですね。過去は6対1、後楽園大きくリードの対戦ですけれども、これ後楽園の調子と江戸緑の調子を見ると分かんないんじゃないですか。ひっくり返ることありますね。さあ後楽園はもう優勝を目指すには絶対に負けることはできません。お試合になるでしょう。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました、立ち合い、うっと打ち掛けです。後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は打ち掛けで後楽園の勝ち。江戸ミドルもちょっと予想外だったんでしょうね、横に入ったところまでは良かったかもしれないんですけどね、はい、そこに変化を出してきたのでね、ちょっと対応できなかったんでしょうね。後楽園が勝って3勝目、3勝1敗です。江戸緑敗れて3勝1敗となっています。片や御殿場富士三世、御殿場富士三世、西方御殿場富士三世、西前頭3枚目、静岡県出身アンビックベア、この後湘南の風、湘南の風、東方横綱湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋。さあ横綱登場です。盤石の相撲、横綱相撲をここに来て見せています。湘南の風、何かその強さにまたさらに横綱らしさが加わってきた感じがありますね。まあ冷静ですよね、余裕を感じますね。横に入られても慌てるところがこのところありません。はい、さあ御殿場富士三世はどうか、横に入る場面が過去にありましたよね確か。いや今の湘南の風に勝つならこういった力士じゃないかなと思っていつも期待してるんですけれどもね、こういう小回りの利く力士がこう翻弄して
させてこう勝っていくっていうところちょっと期待してるんですけどもね。まあ速さについていけるかどうかということなんでしょうけれどもね、はい、さあ御殿場富士三世が大仕事を成し遂げるのか。1勝2敗湘南の風は3連勝、もうすでに先ほどとっかり大将が4連勝としてますから、これはもう絶対に落とすわけにいかないでしょう、横綱としてというところでしょう。横に入った後を考えなきゃいけないのが御殿場富士三世です。結び前制限時間いっぱい、よしやって強引ながらぶつかりました、一気に前に出ます、押し出し勝負は一方的でした。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して湘南の風の勝ち。勝負時間も日に日に短くなってきます。いや、うまいことねこの鼻で御殿場富士さんってピョン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 かわそうとするんですけど、押していけるこのうまさですよね、まっすぐ相手を押していけるうまさ、そして強さですね、はい、湘南の風が勝って4連勝としています。敗れて御殿場富士三世1勝3敗となりました。4日目の結びの一番です。西白石島、白石島、東福島富士桜、福島富士桜、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、東方福島富士桜、東前頭三枚目、静岡県出身アンビック部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。4日目の結びの一番です。今日も横綱大関陣安泰となるんでしょうか。3日目、2日目3日目に続いてというそういった展開です。白石島3連勝、福島富士桜は1勝2敗です。初顔合わせであります。まだ22歳です。まあ横綱戦をこうして何度も何度も経験していけば、今日は初顔ですし、これから経験していけばこの力士もねさらに上を目指せる、そういう力士ですね。そうですね、白石島です。ここまでは盤石、湘南の風と並走していきたいところ。もう千秋楽全勝決戦の気持ちでいきたいですね。そうですね、今日もできるだけ勝負時間を短くして、そういった気持ちもあるかもしれません。中盤のこの相撲です。富士桜どうですかね、福島富士桜は。いやでもね、僕ねこのアンビック勢がね、はい、もう最近実力、まあ、そして勢力も増えてきてっていうところで、まあ、この横綱との一番、まあ、組まれるっていうのがねまた、はい、まあ、時代を感じるなと。そうですね、最初はもうトーナメントでも1回戦でみんな負けちゃうようなそういうことがあったんですけどね。もう頼むよって言われるぐらいねはい、はい、の頃が懐かしいですよねえ、一昨年ぐらいでしたかね、確かそういうことがありましたけれどもね、はい、2年経つともうこうして結びの一番に出てくると、はい、いうことであります。さあ福島富士桜金星なるか、初挑戦白石島は回しをつかんで一気の寄りがあるか。4日目結びの一番です。制限時間いっぱい、両締めやって今日脱がれぶつかりました、左の下がっちり内掛けは富士桜内掛け内掛け残し内掛け、波乱が起きました。4日目の結びの一番福島富士桜金星、
ただいまの決まり手は内掛け。内掛けで福島富士桜の勝ち。座布団を投げないでください。丸×クイズを勝手に始めないでください。×も出さないでください。丸も出さないでください。結びの一番で波乱がありました。白石島敗れました。解説海坊主さん、今の相撲、いや正直この展開は予想してなかったですね。もう立ち合い一気に行くかと思ったんですけど、バランスを崩しましたね白石島。ちょっとこれ完全に白石島が勝ちを急ぎすぎましたね。まあ左の回しも入ってましたから盤石かと思ったんですけれどもね、ちょっと急ぎすぎましたね。体勢整う前からちょっとまあ気持ちが急ぎすぎていたというか、完全に福島富士桜冷静に受け止めてましたからね。そうですね、押しを受け止めましたね。いや白石島の気持ち的な部分で何があったかという4日目の結びでした。福島富士桜勝って2勝2敗、白石島敗れて3勝1敗。ぜひインタビュールームにこの後来ていただこうかと思いますが、どうですか、あいいですか、あの弓取り式先行きますか。はい、弓取り式は銀屏風であります。結びの一番で波乱がありました土俵です。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。放送席、放送席、白石島に初挑戦で金星です。福島富士桜関です、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。この体に咲いている桜のように晴れやかでございます。桜咲きましたね。咲きました。今秋ですけどね。相撲について振り返りますけれども、立ち合い一気に寄られた時に落ち着いてましたね。びっくりしました。内掛けが決まったときどんなお気持ちでした。いやまさかあのこんな形になるとは思ってなかったので、ただ白石島さんが私に抱きついてきて、それをあしらおうと思っただけなんです。静岡の皆さんも喜んでると思いますよ。これはちょっと本当にあの、はい、ぜひ静岡の皆さんに一言お願いします。いやちょっとこれは、はい。今後もまたこれ横綱戦あるいは上位戦があるかもしれませんけれども、どんどんこのインタビュールーム来てください。いやちょっと緊張しちゃいます。もうマイク向けてた、はい。本当におめでとうございます。ありがとうございます。放送席どうぞ、はい。いやでも初々しくていいですね。そうですね。そうですね、まあこうやって成長していってほしいですけどもね。いやー驚きましたね。でもいやでも本当ね、こういう相撲になるとは思ってなかったんだと思いますね、本人もね。いや我々も思ってなかったですもんね。思ってなかったです。あちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ダメですか。まだダメです。まだダメです。そんな生々しいのダメです。びっくりしましたよ今。しまっちゃう。何あんなこと思いましたよ。期待しちゃダメですか。現状ご覧のようになります。びっくりしました今。ダメなんですね。湘南の風と都会大将が上位では全勝いっぱいですね白石島が。で後楽園と、魚雷イルカ池も敗れたのでこれ2敗に交代です。失礼しました。ちょっとこれは湘南の風が一気に優位になるという展開になりました。そうなりますよね。また独走状態になるということですね。もう放送時間が残りわずかとなりましたけれども、いや本当ねえ完全に安泰だろうなと思ってただけにね、我々もびっくりしました。びっくりしました。あの立ち合いからそしてびっくりしましたからね。あんな飛びかかるような感じで行ってね、負けてしまった。意外な展開になりましたけど、福島桜は本当に、ね、嬉しい金星となりました。そうですね。中日以降どうなっていくんでしょうか。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。中日の取り組みをお楽しみに。このあたりで失礼いたします。続けること、この胸
これるなら泣きたくても明日へ誓ったふるさとは取り戻せる思いの数だけ恐れることないから踏み出せば明日が見えるよ悲しみも勇気になる絆は広がるかけがえないものつながってるよ大丈夫だよララ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